どうも。もう一方、あの先ほどご紹介いたしましたけど、名古屋であの出入りをされています、荒川翔造さん。先日です、名古屋のトークカフェというあのイベントをやったんですけど、その時にもお世話にやっていただきました。税理士はですね、あの公的な場で発言したりするといい匂いに国税からいじめられるらしいんですよ。今日の発言はですね、大変あのこうなんていうんですか、腹を決めてしてあのしてあのいただけることだと思います。あの、まあなんていうんですか、メディアに乗らないような場ではいろいろと裏の話も聞かせていただいてるんですけれども、でも今日は思い切ってですね、いかにこの消費税の問題、あの専門家から見てどういう問題点があるか、ちょっと解説していただきたいなと思ってます。ただいまご紹介いただきました名古屋から来ました荒川と言います。今岩上さん言われて、全然いじめられたことはありませんけど、ただ昔からの関係で、泣くこと自動には勝てない、泣くこと自動には勝てない言葉がある通り、まあ、喧嘩する相手ではありません、はい、それで消費税の問題点ですが、まず私ちょうど昭和63年に大学を出たんですが、ちょうどそこが分岐点で、平成元年4月から消費税導入されて税収業界にちょうど入ったのでよく覚えてるんですが、あの時も、いろいろな、まあ、策を使ってですね、反対者をねじ伏せていったと。つまり、まあ、免税店と言われる非課税の店舗に投じて3000万ですよっていうのを設けたり、簡易課税といって納税額を少なくするような、手続きを取れるのが売上が5億円以下の場合とかいろいろあったんですが、それがだんだんと後でマスコミに叩かれて液税だと言われて、どん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 下がっていったと。そこでどんどん納税をすることになっていったわけですね。で今は同じように、まあ、選挙の最中に、例えば年収300万円以下の方には元支税を出しますよとかいうのは、結局甘い言葉を出しておいて導入してからだんだん絞っていくということが絶対あり得るというのを経験してますので、それとあのデータ見たら、例えば年収400万年収なのか所得なのかってまたあるんですが、400万以下の所得という方は全体の 56.6% に見えるわけですね。ということは給与所得者の 56.6% が元支税をもらえるということは、何のために増税したかよくわからないという、上げといて戻すなら上げなきゃいいじゃないかと。ということは、まずそのポイントに来ることはありえないだろうなということですね。あと、まあ、あの技術的な話ですが、輸出免税と言われる、輸出している場合に消費税かかってないのは、まあ、法律にのっとってますから、これは別に脱税でも何でもないと。合法的な節税でもなく出たら、法律を守って手続きしたら還付を受けるというだけですから、これは何か大企業はずるいことをしているわけではありません。ただ、そういう税法になっているというだけですね。そこの、まあ、税率が上がれば拡大してしまうという問題ですね。それからそもそも消費税が導入されたのは直間比率の見直しということで、法人税や所得税等が負担が重たいから広く薄く課税しようということで、一般大衆向けの一般消費税が導入されたわけですから、 3% って当時は、まあ、逆進性があるといってもそんなにはなかったのが、 10% になればかなり厳しくなってくると。で、技術論で言うと、それをもし戻し税をやるといったら、子ども手当でさえ所得制限が分からなくて戻せなかったのに、消費税はなぜ分かるのか、そういうことを考えると、まずは言いようがなくて、それをせんや多分4年5年かかってしまう。それをやるとなると、おそらく納税者に番号をつけるだとか、それを把握をするためには、ガラス張りにするとなると、そのことに対して皆さんが消費税戻してもらうがために、全部そういった情報を提供する勇気が持てるかどうかですね、ということがあると思います。還付するということをきっかけにして、実はそれはその先に納税者番号制度の不正品になっているんじゃないかと、そういう疑いもあります、ね、疑いというか、納税者番号制度を環境を整えるという意味で、必ず社会保障と同じですけれど、消えた年金という言葉と同じように、還付できないといけないから番号をつけるんですよということが絶対出てきますから、うん、それの、まあ、トレードオフというか、ね、交換条件的になると思いますので、ましてやそれが技術的にできるかというと、なかなか大変だというふうに思います。ですから、この選挙で勝ったからすぐ変わるものではないと思いますので、あと、複数税率も諸外国ではやられてますけど、日本でそれをもし導入しようとしたら、かなり手続きが大変になって、例えば、食料品は非課税ですよというと、じゃあ、レストラン経営している人が食料品買っても非課税かというと、どうか、また違う意味の適税問題が出てしまうとかありますから、それを、まあ、なんて言うんでしょう、補足するにもまた番号と、もしくはインボイスと言われる制度を導入しなきゃいけないと。ですが、納税環境をかなり整えないが無理なので、まあ、一朝一夕にできるものではないというふうに、まあ、実務的には見ています。なるほど。まあ、ということを聞くと、消費税を今度上げるということを、それ自体が目的というよりは、それ自体も目的なんでしょうけど、それを通じて、
着々と自分たち の, その、まあ、税を徹底的に徴収する環境を整えようと、そういうことに、まあ、実はそうですね、まあ、あ、横見さんの言葉で言うと徹底的に徴収する方なんですが、はい、国税の方々からすると、はい、公平を実現すると、課税の公平を実現する、いろいろな言い方が、つまりあのずるいことをする人をなくすことが公平だということですね、うんうん、あの何もやましいことなければ全部出してくださいよというのが大原則ですから、そういった意味ではあの、まあ、両者考え方いろいろありますけれど、分かりました、はい、よろしく、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、そうしましたら本当残り時間わずかなんですけれども、ご質問をあの頂戴したいと思います。あの先生にお話を伺いたい、質問したいことがおありの方、あの挙手していただければ、あのマイク回しますので、どうぞ。